なんで同窓会はやってますか、うん、同期会か。同窓会とか同期会とかね。同窓会は初めてなんですけども、私はそんなこと考えたことなかったんですけども、寺田君から手紙が来まして、いらんこと言わんでいいで、やってもらいたいって手紙がわざわざ来たんですよ。それで私は忙しい意味でなかなかできないので迷って迷ってギリギリでねしたら引き受けてやりましょうということで、なんとかいらんこと言うな、手紙を出すような結果になりまして、なんとか13名が参加してくれるということで、ね、嬉しく思っております。昔の中学校時代を思い出しながら一席を設けて